どうもこんにちは、エアアジアの瀬戸です。はい、今日はですね、ちょっと俺さ、なんかイケメンになってない？イケメンになってない？肌がツルツルしとる。あのね、今日からですね、今日からというか、まあとりあえず今日お試しでですね、すべてソニーの Vlog カメラ ZV-1 で撮影しております。このカメラはね、ちょっと手ブレ補正が弱いと僕は思ってるんですけど、どうでしょうか。今は、あの三脚のあるじゃん、グリップの三脚になるやつ、あれつけて撮ってますけど、多分ね、俺ね慣れてんのよ。あのなんだろう、手ブレする人って多分ね、カメラの持ち方慣れてないと思うんだよね。俺はね、もう多分ね、もう職人になってんのよ。今までだって一眼レフとかさ、片手で持って撮ってたりとかしてたから、昔とかね、だってあのオートフォーカスじゃない一眼レフを手に持って歩いてたからね。下にあのハンドルみたいなさ、なんか拳銃みたいなグリップつけてさ、手ブレ補正とかも何にもついてない時代から俺やってたから、俺はかなりうまいと思ってください、これで歩くの、でもやっぱりまだちょっと編集してみないと分かんないけど、ブレてるのかもしれない。あと歩いたりとかね、こうやって歩いたりとか、ちょっと歩き回れないけど、あんまり歩き回れないけど、あと階段登ったりとかね、そういう作業するとダメかもしれないけど、でもお家でちょっと歩くぐらいだったら全然大丈夫でしょ。あとね、画角狭いって言うけど、俺多分手長いのかな、いいでしょ。これ 24mm、 一番広いところで 24mm で、みんな画角が狭い狭いとかって言ってるけど、多分ね、みんなこんなもんで撮ってんのよ。こんにちはみたいな、顔大きいねとか言ってるけど、多分手伸ばせばいくのよ。ただずーっとはきついと思う。あの腕がもうちょっと俺痛くなってきてるから。だから画角の狭さは結局カメラからの距離を取ることによってカバーできるから、何も問題はないと思います。でね、あの今日もちょっと話が長くならないようにするために、ちょっと冷蔵庫ディグはちょっとお休みさせていただきますけれども、Vlog カムのこのね ZV-1 でちょっと今日はやってみたいと思うんですが、今のところの僕の状況としてはまだ、パソコンに取り込んで編集したことはありません。で、この音も今モフモフをつけて、ちょっと iPhone 撮ろうか。今の状況をお伝えしましょう。はい、今こんな感じになってます。わかりますよね。下にこの三脚になるグリップをつけて置いてます。そしてカメラのところには付属してるんですよね。これモフモフが付属してるってすごいカメラだよね。モフモフを上にくっつけて撮ってます。三脚グリップは俺電池入れてません。本当にただの三脚グリップとしてしか使ってないんですけど、もう俺これでいいかなって思ってます。でね、やっぱりね、短い三脚でペッて出せるから水平が一瞬で撮れるし、カメラをこう回転させる機能がないんだよね。で、不便っちゃ不便なんだけど、逆に言えば絶対に水平が固まるっていう風にも撮れるからすごくいいです。で、ちょっと音テストします。今からお茶入れよう。音はね、ちょっとね、まだわかんないのよ。でも前にその中田栄坂さんとお話しさせていただいた時に、指向性がすごく良くて、なんかこうやって喋っててもちゃんとガンマイクみたいにスパーンってこうまっすぐ方向の音をちゃんと撮ってくれるっていう風におっしゃってたんで、音もまあいいんじゃない。世界の中田泰坂さんが言うわけですから。いきますね。あ、そうそう、これね、オートフォーカス。はい、なんか中途半端な感じになっちゃった。いただきます。ゴキュリゴキュリ。はい、で、まあここ数日ですね、この ZV-1 でちょこちょこお家で撮ったりとかして試してるんだけど、今のところの私のフィーリングとしてはすげえいい、すげえいいなと思ってます。まだ編集とかしてないけどすげえいいなと思ってるの。なんでかっていうと、まずこの今モニター見ながら僕喋ってますけど、すごくね綺麗なのよ。綺麗、とにかく綺麗でテンションが上がんの。例えば iPhone とかでさ撮るとね、やっぱね、よし、ここでインカメラで自分撮るぞーってやるとさ、ちょっともうテンション下がんのよ。ちょっといくよ。はい、テンション下がんのよ。これ伝わるかな。もう俺ね、こうディスプレイ見てる時点でもうテンション下がるんだよね。日差しが今日は全然なくて曇ってます。で、かなり暗いです。で、気温も涼しい感じで光はあんまりないんだよね。で、そういう状況になるとうちってあんまりその日が差さないとちょっと暗いんで、もう結構 iPhone だとね、ノイズ出てると思うんだよね。これノイズ出てると思います。で、こうやって暗いところで無理やりなんか持ち上げてノイズとか出始めてる映像って、なんかメリハリがなくなって、すごくね、嫌なの。
俺 iPhone のこの感じだともう撮る気なくすんですよ。でもこの ZV-1 だとなんだろうね、まあ、ノイズは出てるんだけど、中の処理で消してんのかな、ちょっとその辺よくわかんないけど、なんか綺麗なのよ。今のこの光の状態で、このキッチンでね、ちょっと明かりつけてんのよ。これ明かり消すと、こういう感じなのね。で、これここまで行くとさすがにノイズ出るよね。これはさすがに暗すぎてダメだと思うけど、まあ、こんぐらいであれば、で、今電気つけましたけど、これでもまだ光の量は少ないって感じなのね。でも、テンション、上がるところまで来てんのよ。でやっぱ肌ツルツルフィルターみたいなの入ってるのもその一因でもあると思うし、あとね、そのびっくりしたのが、びっくりしたというか、あ、すごいなと思った理由のもう一つとして、こっちね、この辺ね、このソファーのところで撮るのが僕あんまり好きじゃないんですよ。今僕後ろに回って喋ってますけど、この音の撮り方とかどうなのかな、まあそれ置いといて、この一角で撮るのが好きじゃないのね。どういう風になるかっていうと、まあたまにね、便利だからこの画角使っちゃうんだけど、まあこういう画角ね、光も全然ないし背景もないし、あんま好きじゃない画角なんだけど、なんかね、この ZV-1 だと成立するじゃんっていう、俺の中ではね、俺の中の基準でしかないけど、あ、これいいじゃん、綺麗じゃんってなっちゃってんの。いや、これはね、これ iPhone に撮ろうか。はい、こちらが iPhone です。汚ねえの汚ねえのよ、俺の顔汚ねえのよ。もう一目瞭然で撮る側のテンションが違うんですよ。だからあれかな、やっぱりソニーの ZV-1 っていうのは手ブレもあんまり効かないし、画角も狭いし、あとはバッテリーも持たないって言われてるんですよ。でそこだけ聞くとさ、何がいいんだよって思うかもしれない。で僕も思ってたんだけど、実際撮ってみて感じたのは、そういうスペックとかって話じゃなくて、やっぱ自撮りする人のために作られたカメラっていう、その部分がすごく大きいと思うんですよ。でこの後ちょっと本編っていうか、本題の動画、昨日撮った10分ぐらいのやつなんだけど、そのオートフォーカスの爆速に驚くっていう様子をちょっとお見せしたいんですが、そのオートフォーカスの爆速感とか、なんだろう、自撮りする人のために全部チューニングされてるんじゃないかなっていう、そういう要素が売れる原因、あとはまあ売り方のうまさっていうのもあるけどね、グリップついてるとか、あとモフモフついてるとかっていう安心感もあると思うんだけど、なんだろう、そもそも撮るとき、今僕がこう見てるモニターがめっちゃ綺麗で、なんか俺肌ちょっとツルツルしとるみたいな、まあこれも設定でオンオフできるんだけど、そういうなんだろう、自撮りする人のテンションを上げるようにできてるじゃん。だってグリップがついてるし、しかも三脚でどこでも立てられる、モフモフついてる、テンション上がんじゃん、そんなの。しかも綺麗に映ってんだよ、なんか撮りたくなるじゃん、喋りたくなるじゃんっていうね、そういう要素がやっぱ ZV-1 の良さなんだと思うのね。まあ人によってはね、その今までソニーが出してきたコンデジ RX100 Mark II、3、4、5、6、7ぐらいまで出てるけど、あれをなんかただ自撮りの人向けにカスタマイズしただけじゃねえのって思ってる方いると思いますけど、まあ多分ね、その通りであると同時に、だからこそ売れてるんだと思う。だからチューニングの勝利、カスタマイズの勝利っていう感じはしてる。うん、なんだろう、このテンション上がる感じっていうか、なんだろう、スペックもいいんだろうけど、なんつうの、めっちゃええやんってなってんのよ。めっちゃ撮りやすいやんみたいな、何これみたいな。今スッと持ってる、スッと手持ってるでしょ、これグリップのおかげなのよ。スッと持って、いや歩き出せんのよ、スッと持って歩き出して、あれ言うの忘れてたとか言ってさ、こうやってやってさ、スッてやってこうやって、でマイクもね、後ろからのやつに切り替えてくれてるんでしょ。でこうやってさ、はいこちらねって、こうね、はい、ディディーン、リアセット練習しろよ、素敵ですね、シャランポランタンのモモさんと小原さんです。はい、このお話もちょっとしておかなければなりませんね。はい、谷口楽器さんに行ってきました。はい、行ってきました先日。はい、谷口楽器さんでした。はい、答えは谷口楽器さんでした。はい、言うとね、ちょっとあれだなと思ったんで言ってなかったんですけど、チャランポランタンの小春さんと谷口楽器さんに行って、思想動画を撮ってきました。その様子をですね、まあちょっと後にはなるんですけれども、編集して、そのうち出ますので、皆さんお楽しみにしていてください。で僕その日は
アコーディオンを初めて触る日でもあったんだよね。一回も触ったことなかったから。でアコーディオンを初めて持たせてもらって、こう前にかけるランドセルみたいな感じでこうやってさ、こうやってやってズシッてやるんだけど、もう途中でその動画の中でもなんか病院みたい、病院みたいな、介護されてるみたいみたいな感じで言ってたんだけど、まあ、はい、手はこっち、手はこっち、こっち入れてみたいな、左手をこう、まずこっち手してくださいみたいな、コールさんに呼んで手入れて、で、あ、この辺ねってビリビリって、その手をさ、止めるベルトみたいなビリビリって止めてもらって、はい、じゃあ右手はこっちね、こっちねって、はい、ここつけない、ここつけないみたいな、こうしてみたいな、で、じゃあここのベルト調節するねみたいな、調節してもらってとか、で、持ち方はみたいな、で、押し方はねとかってさ、で、まずね、こう左手が見えないのよ、本当に見えないの、どっから押していいか。で、これどうすればいいんですかみたいな。まずはじゃあ C を押さえてみようかって言われて、C どこですかって言ったら、いや、そこ上みたいな、こうやって手、指をさ、ここ、もうちょっと下、もうちょっと上、もうちょっと上みたいな。もうだから手取り足取りですよ。こんなことしてもらえる人はもういないと思う。初めてのアコーディオン買いに行くときに、ここまで手取り足取り、しかももう、プロの人にここまでちゃんと教えてもらうことは、まあ、プロの人っていうか、まあ、谷口楽器さんに皆さんも言ってくださいね。もうめっちゃ詳しいから。言っちゃあれだけど、小春さんよりも全然詳しいんで、全然詳しいっていうか、なんて言ったらいいんだろう。小春さんは演奏のプロだけど、谷口楽器さんの、まあ、その社長の方とか、あとはアコーディオン担当の人とかいろいろいるんだけど、ほんとね、プロね。楽器を売る楽器屋のプロでしたね。だから小春さんが分かんないところとか、あ、これどうだっけっていうところはもうスパッと、いや、これはこうですねみたいな、これはこういう風になっておりましてみたいな、あとアコーディオンの種類が、これイタリア製で、これ中国製とか日本製とかはありましてみたいな、なんかそっちはもう売る側のプロだから、もう知識は完璧みたいな。はい、というわけで、まあ、いろいろ話したいことはあるんだけど、もうそれほとんど動画の中の話を喋ることになっちゃうんで、内容言ってもね、俺がアコーディオン何買ったのかとかさ、そういう話もここでしちゃったら全部ネタバレになっちゃうから、あんまり喋ることはない。うん、小原さんはすごい、あのまんまの動画のまんま出てきたみたいな人でした。チャンパンタンの小原でーす。ピローンみたいな。本当やっぱすごいね、スイッチ入る感じありましたね。動画オンってしたら、急にこう、どうもー、小原でーす。ピローンみたいな。今日はー、みたいな。アコーディオンやったことないおじさんと、みたいな。やっぱこの辺は、やっぱり、全然僕よりもね、そのステージに立ってる場数はすっごい多い人ですから、そこの切り替えとかはすごかった。うん。やっぱ、なんだろうね。芸能人って感じ。そう、なんだろうね。おはようございますって入ってきてさ、そのなんか、オフの状態から、じゃあ始めまーすって言った時にパッて変わる、なんだろう、見せる人間にピッて変わる。やっぱあれはね、芸能人って感じ、俺の中では。うん。俺やっぱさ、普段の感じがそのまま撮る前も、どうも、あ、これだ、あ、始めましてね、みたいな感じで、じゃあ撮りますね、行きますね、みたいな、ずーっと同じ感じなんだけど、小原さんはやっぱり、別になんか、態度悪いとかそういうことじゃないんだけど、なんか切り替わるんだよね、パッて。アーティストになるっていうか。普段もすごい気さくな人でね、普通に喋ってたりするんだけど、カメラが回ると切り替わるっていう。で、アコーディオンをなんか、マネージャーさんがね、最初、小原さんが来てなくて、マネージャーさんとちょっとお話ししたんだけど、マネージャーさんが言ってた言葉でその印象的だったのが、うちの小春はそのアコーディオンを持って初めて人間になるみたいな、そういうタイプなんでって聞いて、え、普段人間じゃないの？普段人間じゃないの？と思ったんだけど、いや、でも言ってる意味わかるというか、アコーディオンを持つともう切り替わるというか、アーティスト、ミュージシャンって感じの人なのよ。だからちょっとね、でもすごい、もうほんとね、いい経験でした。本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。瀬戸康史の動画。はい、というわけで今日の本題でございます。今日はですね、 ZV-1 で、Vlog ずっと撮ってるんですけれども、昨日、ランチにですね、マクドナルドを頼みまして、そこにあるテーブルでうちの C さんと2人で食べてたんですけれども、その時に、この ZV-1 をテーブルに置いて自分がマクドナルドを食べるところを撮ってたんですよね。で、その時の映像がちょっとまあ面白かったんで、これをちょっとそのまま皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。どうもこんにちは、瀬戸康史です。今 ZV-1 でテスト撮影してます。この ZV-1 の特徴いろいろあるみたいなんですが、今これマクドナルドで買ったんで、マクドナルドでやってみたいと思います。シュッ。うお気持ちいいこれで遊べるわ。これオートフォーカス遊びできるわ。やばいね、このスピード。これは、
GH5 でやってた時と本当にもう異次元。異次元です。アルファ 7S3 でもこの気分強さ出せんのかな。よくわかんない。これ爆速だわ。やばい。ちょっとみんなね、目がおかしくなっちゃうかもしれないけど、ちょっとこれはすごいです。ちょっと意地悪なの言っていい？はい。うっそ。え？うっそ。俺の指に来てんだな、これ。うわ、これはいいよ。これはいい。うん。あとね、美肌モードがなんかちょっとオンに、勝手にもうデフォルトでオンになってるんだけど、ちょっと俺、ヒゲ生え気味なんだけど、このおでことかさ、なんだろう、まあ、ギリギリ不自然と自然のこう、ギリ間ぐらいのツルツル感。いいやん。ちょっとポテト食べまーす。むしゃりむしゃりむしゃ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 、うん、美味しい。これも美味しい。美味しいで手にいけんだ。美味しい。美味しい。あ、ちゃんと、顔が隠れてるときは顔を狙ってくれてんだね。で、隠すとこう行くみたいな。こう。うわ、賢いね。賢い。どっちかなってこの辺で迷うみたいなね。ちゃんと顔隠れればこう行くと。賢い。賢いだね、君。はい、今日の飲み物は、うわー、いいねいいね、バシッとくんの。やっぱ顔は隠さなきゃいけないね。これは多分これも設定でいけるんだろうけど、今は僕の瞳を狙ってるのでダメですね。はい、こちらは商品レビュー設定をオンにした状態です。これをオンにするとどうなるかというと、顔が、私の顔が画面の中に入っていても、手前に来たものにピントが合う。はい。手前に来たものにピントが合う。通常の設定だと、これね、自分の顔をこうちゃんとね、コントローラーで隠さなきゃいけないんだけど、普通はね。でもそういうことをしなくても、こう。ちゃんと顔が出てても手前のものをちゃんと検知してピシュピッシュピッてシュピッて合わせてくれる。いや、これはいいよ商品レビュー用設定ってことは、それはつまり瀬戸康史用設定ってことだよね。ソニーさん、瀬戸康史用設定作ってくれたってこといいですよね。じゃあじゃん、もうまるでジェット大輔さんのような、じゃあじゃん、これよ、これ他のカメラじゃできないよ。すんごい機能つけたよね、これ。俺は商品レビュー用設定基本オンかな。ただ、変なものが見切れてしまうとそっちに行っちゃうっていうね。商品じゃないものがこう手間に来ちゃうとそっちにピントが行っちゃうっていう恐れはあるので、まあ、これ、撮影したまま変更はできないみたい。撮影したまま変更はできないっぽいんで、まあ、この設定を解除したかったら一回切る必要はあるということかな。はい。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。手当ててバーガー出す必要なんかないんです。こんなことする必要もないのよ。これでいけんのよ。結構よれんね。うわ、これよれんの？読めんじゃん、これ。え？ほら。ケチャップ、マスタード、ソースとかトマトとかいろいろ書いてるじゃん。ちょっと開けて食べよう。うわ、めっちゃいいじゃん、これ。しかも、今ちょい明るめ、プラス 0.3 っていう露出補正をして撮ってます。今回私が頼んだバー、ブーグーが、ブーグー見せら、うわー、いいねー、いいねー。これはすごいよ。俺がこれで今までどんだけ苦労してたか。手前でね、今ハンバーガーこう見せたいんだけど、なかなか来ないんで、GH5 さん、ここ仕事、ここで仕事しなきゃあなたどうすんのって、ずーっと俺はもう GH5 にもずーっとぐち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 言ってたのよ。なんか、姑みたいな感じで。こういうとこだよ。ここで仕事しないと。GH5 さん、ここで仕事しないと。ここで仕事しないと。君本当にダメよ。ずーっとなんか20秒とか待つ時もあるからね、マジで。一瞬です。はい。これは、ハワイアンのなんとかバーガーとかってやつで、このハッシュポテトが入ってるんですよ。すごいよね。俺ハッシュポテト大好きだから、はい、ソースはこういうやつ。じゃ、ちょっとソースの方からいただきましょうかね。それでは、それでは、これ、うおうおしかもさ、ここあんまりライティング良くないからね。いきます、いただきまーす。わーむしょ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 、ハワイのマクドナルドで食べた時の味がする。むしょりむしょむしょ。ハワイ行った時ね、Cさんとねマクドナルドばっかり行ってたのよ、実は。
いや別にね、あのお金がないとかじゃなくて美味しいのよ。めっちゃ美味しいバーガーがその時あって、もう他のレストランとか入るよりもそのマクドナルドのバーガーがうますぎてす、もう今日もあれ食べようよ食べようよってマクドナルドばっかり言ってたの。でもそれなんかね、外国の味がする。モチャリ、うん、ソースかな、ちょっとチリソースっぽい味がして、ほらこれね、チリソースっぽい味がして、うん、これは別にあのこぼれてるわけじゃないですかね。あのここにあのキープしてあるってことですかね。これ最後にだからこうやって食べてる時に、うん、もうちょっとソース欲しいなってなったら、ピロ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 、これで食べるっていうね、素晴らしいです。色も本当にいいね。このさ、この天狗じゃないや、なんだっけ、ダースモールのさ色とか見てよ。ほらピクチャースタイルがスタンダードってやつから、なんだろう、コントラスト1下げてなんかシャープ1上げてみたいな、ちょっといじってるんだけど、あの基本的にはまあこういう色です。はい、いい色出てるよね。変な色感ない。これオートフォーカスが早いことによって、やっぱ自分の気持ち、ハンバーガー見せたいっていう思いがさ途切れないわけ。ほら食べるよ。あー、うん、見て、うわ美味しいぞ。うわこれできないからね、今までの GH だった。 GH が悪いわけじゃないけど、オートフォーカスが遅いカメラね、できないから。今のすっごい難しいカットだよ。俺の顔バーガー、俺の顔バーガーの一瞬で全部ピント合わせないとできない表現だから。ちゃんともうハイパーカメラマンがついてるようなもんですよ。まあ、あの電気屋さんとか行ける人はあの一度 ZV-1、まあ、展示してあると思うから、オートフォーカス試してみて、ビビる。特に自撮りしながらなんか紹介したい人とか、例えば YouTuber みたいなさ、これでファイティッシュでーす、すごくない？いや笑っちゃうのよ。俺はこれですっごい苦労してきたから、ハイティッシュでーすみたいな、こんなん絶対来ないからね。他のっていうか、俺は GH5 だけど、こんなん絶対無理なのよ。ええー、だからカメラの技術の進歩、オートフォーカスの進歩によって、そのカメラに映っている被写体、演者側の表現方法すら変えてしまうっていう、それぐらいのインパクトが僕はあるなと思いました。今難しいこと言ってますけど、素直にめっちゃ楽しいってことです。はい。子供とかも楽しいんじゃない？ハイティッシュみたいな。YouTuber ごっこできる。ハイティッシュでーす。はい、これで口拭きました。ブーンみたいな。すっごい楽しい。ということで以上。長々と喋ってしまいましたが、もうこれ動画一本でいいだろ。はい。以上。マクドナルドを食べながら ZV-1 を回してたらめっちゃ楽しくて、全然食が進まないっていう話でした。ということで皆さんもぜひ使ってみてね。それでは。じゃあな。